演舞開演。どうも、本日はこちら銀座キーマカレードリアを食べたいと思います。販売元はどこだっけ。まあいっか。では早速中身とご対面しそうですね。表面にチーズまでかかってて、これもいいですね。ただキーマカレーっていうとひき肉なんですが、自分はひき肉よりも塊肉のが好きなのですが、でもそうそう贅沢は言えませんよね。それでもキーマカレーの好きですし、では温めてまいります。温まりました。ではいただきます。お前に中身中身、おお、ターメリックライスというだけあってしっかり黄色に色がついていますね。ではどんなお味か気になります。いただきます。これはこれで確かに美味しいですね。中辛と書いてありますが、結構ピリピリ後から辛さがきますね。それが舌に程よい刺激を与えてくれて、なおかつカレーの旨味、ひき肉の食感もちゃんと感じることができたので、とっても美味しかったです。ターメリックライスと合わせるなら米粒を感じることができるので、ひき肉の方が良いのかもしれませんね。というわけでこちらの点数を聞く。猫の恋、それは人形や、いつかまで。猫だったら人形に恋しちゃうのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。